こんばんは、平成セブンの岡本圭人です。今週の平成セブンウルトラパワー、僕が担当したいと思います。さあ、そうですね、僕2ヶ月ぶりですね、ラジオやるのはこの平成セブンウルトラパワー。そうですね、明けましておめでとうございますですね。今日も気合い入れて頑張りたいと思います。じゃあまずはこんなお便りから読みたいと思います。こちらはですね、東京都の方からいただきました。平成セブンの皆さん、こんばんね。先日近畿キッズの堂本光一くんのラジオを聞いていたら、平成セブンのラジオの話が出ていました。お、平成セブンのラジオではこんばんぬやこんばんぬらりひょんなどのオリジナルの挨拶が使われているという話題だったんですが、光一くんは日本語は正しく使いましょうって言っていましたよ。先週のラジオで平成セブンの話題が出たので嬉しくてメールを送っちゃいました。なるほどね。いやー、これどうした方がいいんですかね。ちゃんとねえ、どうしましょう。でも一つ言いたいのが、ゆうととかこんばんぬだったり、山ちゃんだったらこんばんぬらりひょんとか使うじゃないですか。僕そういうの一個も使わないんですよ。なんで僕のラジオは、こいちくん安心してください。僕は日本語一番正しく使えてなさそうなのに、ラジオでは日本語一番正しく使っています。なんで安心してください。まあこんな感じでね、今日も岡本圭人の平成セブンウルトラパワー、最後までお楽しみください。平成セブンウルトラパワー。